2024年9月10日巨人戦、先発の森下選手は初回に坂本選手にソロホームランを許し1点を先制されると、6回にアウトから3失点降板。援護がない中よく耐えておったがな。6回に捕まってしもうたな。7回には松本選手が4連打から2失点と痛い追加点を奪われると、打線は1得点に抑えられ完敗。天王山初戦を取られた直後のファンの反応はというと、大事な天王山初戦でこの有様、もう優勝期待するのもバカバカしくなってくるな。ほんと、もし仮にまだ優勝した1点なら明日明後日死ぬ気で勝って見せてくれ。途中から見るのやめた。カープの良さが消えてた試合だったね。首位決戦にふさわしくない。面白くなかった。流れが悪すぎる。前までの勢いがあった広島はどこ行ったんだよ。この3連戦の大事さを本当に分かってるのかな。阿部監督の采配と比べて勝つ気を感じなかった。あと2戦絶対勝ちましょう。もう投手陣には文句言えん。投手陣のおかげでここまで来れたんやし、まあよく外国人がさなしでここまで来れたと思う。しかし出てくる代打全員絶望的なやつしかおらん。2軍に内田翔大という生きの良い若手打者がいるようです。優勝の夢は完全についえたので若手育成に切り替えましょう。もう振り返らず巨人戦を連勝してゲーム差なしにしましょう。残り21試合、新井監督と選手を信じて最後まで応援しましょう。頑張れ広島カープ&広島カープファン。本当打者が打てなさすぎる。しかも若手は惜しまず使って負けるなら納得できるが、落ち目のベテランを多用しての負けなんて何も生まない。明日からは死ぬ気で勝ちに行ってください。今日の敗戦はちょっと力の差を見せつけられてしまった。ただまだまだ優勝争いというのはわからないし、まずは明日勝って勝敗をイーブンに戻したいね。ということで、悔しい天王山初戦敗戦でした。